お前がやれって言われてるようにして真似されないっていうかな、完成度の高いものを。ジャパンソサイティへやってきました。こちらでは杉本博司天国の扉エキシビジョンが開催されています。今回は国際的に高い評価を受けているアーティスト杉本博司さんのご紹介です。講演会が行われていたジャパンソサイティでお話を伺いました。この展示会は日本からヨーロッパに渡った天正遣欧使節団に着目し、ルネサンス期のヨーロッパ芸術と建築を白黒写真シリーズで初公開しています。16世紀のね、1585年に日本人の若い子供たちがローマまで行ったと、往復8年もかけて行ってるんですよね。で、おそらく日本人として初めてヨーロッパを見た人たちなんですよね。で、まあ、それからそのヨーロッパと日本のその交流が始まるという重要な節目だったんですね。その4人の少年たちが見たところをもう一回たどっていって、で僕は同じものを見てるんだっていうね、そういう考えを写真に文字を写してみようということなんですよ。テアトロオリンピコって言うんですけどね、その劇場のオープニングの時にその4人が呼ばれて行ってる、それフレスコ画が書いてあったんです、劇場に。でそういうことで因縁を感じて、なんかこうお前がやれって言われてるようにして、まあ、撮ってきたわけですけどね。素晴らしいそのギベルディという人が作った、15世紀のドアがあるんです、メタルの。これがゲート・オブ・パラダイスっていうドアなんですよね。でこれは少年たちもそれを見てるんです。ですから、まあ、ゲート・オブ・パラダイスというタイトルの展覧会にしたんですけどね、まあ、僕も69になったんでそろそろ天国の扉を叩く頃かなという感じなんですね。その4人の少年たちが見たものと杉本さん自体が見たものが重なる、うん、あ、そうですそうです。だって実際に同じピサの斜塔とかね、これを見たんだなっていう、そういうことがまた不思議なんですよね、うん、で自分がその400年500年離れて、だから時間の経過をそこで一瞬に感じることができるんですよね。自分が少年たちみたいに初めてヨーロッパを見た気分で撮ってるわけなんですけども、惜しいことにその信長の生きてる時に出発して、それから秀吉家康になって国を閉じてしまって、キリスト教禁教令が出ますよね。ただ信長がもし殺されていなかったら、日本はそのままヨーロッパに対してオープンになって、ルネサンスが同時に入ってきていたらすごい面白いなっていう、そういう空想上のストーリーを考えたいわけなんですよね、うん、ここはジャパンサイティですからね。その西洋と日本がエンカウンターした、巡り合った時の状況というのはここに非常によく分かりやすく、で実際その時に描かれた南蛮人の屏風の絵とかですね、いろんなものが実際のものも出てるわけなんですよね。テーマである歴史と存在の一過性、そこには西洋と東洋の橋渡しの意図が感じられました。杉本さんの活動は写真に始まり、建築、古美術、伝統芸能の企画演出、料理と多岐にわたります。2010年に紫綬褒章、今年は文化功労賞に選出されました。なんとなく生きてたら やっていたっていうことが多いんですよね、うんうん、だから執筆もなんか本なんか書いてたことはなかったんですけど、やっぱり連載を頼まれて、それで書いてみたら、あ、結構書けるじゃないのって自分で思って、それから病みつきになってきたと。はい、料理本はですね、婦人画報社というところで2年間名前を隠して連載をしてたんですよ、はい、次々にいろんなことに取り組むっていうのはどういった理由があるんですか？理由はないんですけどね、流れに任せて、建築的なことはプロではないんですけども、アーティストとして建築に取り組んでいったら、一つできたら、じゃあうちもやってよっていうふうにどんどんお声がかりがあって、今年の10月には日本文化を広く発信する拠点として小田原文化財団を設立、江ノ浦測候所を開館しました。 I'm using the cane, but that works as a cane as well, but that's my measure stick. I'm stone fetish as well.
この日は多くのファンが詰めかけ、会場は満席。過去20年間にわたり構想を練った敷地についてをスピーチしました。講演後は写真集にサインをもらおうと30分を超える長蛇の列が。I love the exhibition. There's something truly unique about his photography, how he's able to capture the essence of the space just in black and white. And it's quite moving. I'm a big fan of Hiroshi Sugimoto. As you can see, I even brought like his beautiful artwork all the way here. First time I got introduced to Hiroshi Sugimoto about 7 years ago on my trip to Japan. And I just fell in love. 実は杉本さんの作品はブルックリンにあるレストランで見ることも可能です。バーカウンターの後ろにね、盗難にあったりとかしてもそれは作品ではない、サインしてないから。でもまあ作品は完成してるわけですよね。ただお客さんがなんかこんなところに杉本の女こんなものがあるわけないじゃないかと思って偽物だと思ってるんですよそこがざまあみろって感じですね一番大事にしていることって何ですか？作品というのは物にするわけですからね。自分の頭の中にあることを物にする。だからやっぱりそのクオリティですよね。その密度っていうのかな。特に写真の場合ですね。今 iPhone でも撮れる時代ですけども、手で焼くとケミカルでやってるんですね。昔式に作ってるんですけどね。簡単なようでこれなかなか難しいんですよね。誰でもできるものではないんですよね。ですからそういうこう真似されないっていうかな、完成度の高いものを作らないといけないなと常日頃思ってるんですよね。